上野公園の新しい玄関口となるのでしょうか。上野松竹デパートとして親しまれてきたビルが大型飲食店ビルに生まれ変わり、あさってオープンすることになりました。上野松竹デパートは1953年に開業。ピーク時には5つのスクリーンがある映画館としてにぎわいましたが、老朽化のため建て替えを行っていました。上野駅の忍ばず口の向かいに並ぶ3つの新しいビルの中央に立つのが上野の森桜テラスです。館内には新鮮な魚介類を食べられるレストランから、公園でのランチにも便利なお惣菜のお店まで19のお店が入ります。日の光が差し込む明るい吹き抜けを屋上まで上がると、こちら上野公園に直結しています。あちらには西郷さんの銅像が見えますね。文化庁は2020年東京オリンピックに向けて、文化施設が集まる上野に現在のおよそ3倍、3000万人の集客を目指しています。成田空港からのアクセスも良い上野、映画で栄えたかつてのにぎわいを取り戻したいと期待が高まります。どなたでも来ていただけるような、主にまた若い人たち来ていただきたいな。昔の良さはそのまま持続しつつ、でもだんだんやっぱり若い人たちも増えてると思うんですよね。上野の森桜テラスは26日土曜日にオープン。